トンズが実際の楽器にすごく近い体験ができるなと思っています。打ち込みソフトって言われるもので、DTM とも言いますけれども、そういう音楽制作っていうのはとても盛んで、たくさんソフトが出ていますが、それらとちょっと違うのは、こういうもので実際に、叩いたら音が出る、楽器だったらだいたい一つの音しか出ないんですけれども、このピコトンズでは簡単な操作でたくさんの音が出るようになっているので、いろんな楽器を演奏するというのが楽しめるようになっています。音楽が苦手だという人も簡単に感覚的に音楽が作れるように設計されています。例えばスケールというものがあるんですけど、スケールが9種類搭載されておりまして、これをメロディーボードというところでなぞるだけで簡単に曲らしくなるという魔法みたいなことがかかっています。音楽の学びをサポートするプレイブックというものが同梱されています。内容としましては、音って何だろうっていう音を考える、音の成り立ちを学ぶというところから始まります。そこから音楽の三大要素と言われておりますリズム、メロディ、ハーモニーを順序よく学んでいきます。そして音を加工するという考え方ですね、最終的には作曲の考え方までかなり広範囲にわたって網羅しております。一般的にはちょっと学校では習わないような流れではなっているんですが、音楽を作る、楽しむ上でかなり重要になる考え方だと思っております。また300種類に及ぶたくさんの音が搭載されております。プロのミュージシャンが音の制作にたくさん参加されています。ラップの合いの手だったり、いろんな種類のギターが入っています。トランペットだったりリコーダーとかも生収録の音をサンプリングして収録しています。懐かしいゲームサウンドみたいな音、これらがたくさん入っておりまして、とても可愛いなと思っています。トラックが 1,2,3,4 ありまして、それらを好きに組み合わせて同時に演奏させることができます。実は大人もとっても楽しめる豊富な機能が満載です。コードボードというところなんですけど、ここのコードボードにマスがありまして、これを押すだけでギターの、例えば C だったら C の鳴らしたジャーンという音が1回のタッチで出てくれます。私自身ギター実弾けないので、それがこう押しただけで出るっていうのはとても楽しく、感覚的にもなんか演奏しているような気持ちになります。キラキラ光るお空の星よみたいなこともできちゃいます。ここに10種類のコードネームが入っています。私が小さい頃ピアノを習っていて、その横に別の電子楽器があって、ピアノも好きだったんだけど、なんだこの電子楽器、一つ一つの音になんかいろんなこうイマジネーションが湧いてくるというか、いろんな光景とかこうやったら楽しいんじゃないかとか、まあとにかく音に触れているだけで楽しいと思っていたのが、私自身とても体験として強くありまして、と今回のピコトンズも子供たちを触ってて楽しいんじゃないかなって思っています。